ノルデン・ショルドはフィンランド対抗国出身のスウェーデン系、フィンランド人で鉱山学者及び探検家。北ヨーロッパと東、アジアを結ぶ最短の航路の開拓を成功させ、日本にまで達したことで世界的なセンセーションを巻き起こした。ノルデン・ショルドはフィンランドの首都ヘルシンキで鉱山学者の子として生まれた。彼の曽祖,祖父は17世紀に スウェーデン王国からフィンランドへ定住した。当時のフィンランドは、スウェーデンの俗領であった。ノルデン・ショルドは、鉱山学者の父であるニル・スグスタフ・ノルデン・ショルドに、少年時代から調査を共にし、鉱山研究をし続け、青年に達してからも、父と共に、ウラル山脈へ、鉱山調査へ赴くなど、 自身も鉱山学者として成長していった。1849年に独学でヘルシンキ大学へ入学し、21歳で博士号を取得する。彼は鉱物を中心とした論文を書き上げるなど、鉱物学で名声を高めた。彼は調査のためにユーラシア大陸横断の計画を立てるなど、大学での学者探検家として職望されていた。1852年には、 ヘルシンキ大学で設立されて、地質、鉱物学教授の候補にまで挙げられた。しかし、ここで思わぬ事態が発生し、ノルデン・ショルドは、大学での職を剥奪された。1853年に、ロシア帝国とオスマン帝国の間で始まった、クリミア戦争の余波がフィンランドにまで及んできたのである。当時のフィンランドは、ロシアの創始化における自治体公国であった。 ロシア総督府はスウェーデンがフィンランド奪回の動きを見せるとフィンランド人の独立の機運を阻止するためフィンランドへの統制を強めていく。スウェーデン人の血を引くノルデン・ショルドはこの動きに対し反発を隠さなかったため大学の職を追われまた総督府の監視下に置かれてしまうなど政治問題に巻き込まれていった。職の亡くなったノルデン・ショルドはスウェーデンに渡ることを決意し 1857年にスウェーデンの北極海援制に加わった。しかし彼はヘルシンキ大学への復職を望み1年で大学へと戻ったが総督府の監視は続き大学での成功は絶望的であった。そのためスウェーデン王立科学アカデミーの教授職を持ちかけられるとノルデン・ショルドはそれに同意した。また1893年から スウェーデンアカデミーの就寝会員となった。彼はスウェーデンに渡るのは一時的なことと考えていたが、総督府の渡航の許可は事実上、追放処分と同じであった。こうして彼は1860年にスウェーデンへと渡った。スウェーデン王立科学アカデミーの教授となったノルデンショルドは、スウェーデンの科学者の間ですでに有名になっており、国を挙げて大歓迎をされた。 スウェーデン市民となった彼はフィンランドでは貴族階級であったためスウェーデン議会の貴族議員に選ばれている。それでも彼は故国フィンランドとの関係を保ち続けた。1863年にフィンランド出身のアンナ・マンネルヘームと結婚するが彼女はフィンランドの軍人、政治家カールグスタフ・エミール・マンネルヘームのおばにあたる人物である。ノルデン・ショルドは その後、ロシア政府に帰国が許されず、また、スウェーデンの恩義のため、スウェーデンの国籍を取得し、帰化することとなった。その後、スウェーデンの探検隊を率いて、スピッツベルゲン島を調査し、動物学、植物学、地質学、気象学上の貴重な知識をもたらし、その成果によって1869年に、イギリスの王立地理学会から金メダルを受賞した。 ベガ号の航路1878年、ノルデン・ショルドは、未だ成功していない、北極海での北東航路の開拓と、北極における研究と調査のため、公開計画を立てた。ただし実際は、シベリアの海域の航路を保証する、商業航路開拓であったとも言われている。北極海での探索、遠征は、国家の政策であり、この時代のヨーロッパ諸国も先を争って、 遠征活動を行っていたのである。この公開計画は、スウェーデン国王オスカル2世によって承認され、国王や商人などの支援を得て、蒸気船、ベガ号を機関とし、ノルデンショルドは公開の責任者となった。計画は綿密に立てられ、1878年7月4日に、ストックホルムからイエーテボリを経由し、出港した。8月には、 ユーラシア大陸最北端のチェルスキン岬を史上初めて船で回ることに成功し、航海は順調であったが、9月末、北東航路の総破寸前のベーリング海で流氷に囲まれるという不運に見舞われる。この事件はアメリカ合衆国に伝わり、アメリカ海軍のでエロング隊が救出のためにベーリング海へ向かっている。しかし、ベガ号は、 翌1879年の7月に流氷から解放され、一人の死者も出さずに北東航路の通行に成功した。ベガ号はそのまま太平洋を南下し、カムチャツカ半島沖を通過し、1879年9月2日、日本の横浜港に到着した。この航海は世界中に知られており、日本でもセンセーションを巻き起こした。すでに日本政府は、 ドイツ大使からベガ号の日本への寄稿を通達されており、ベガ号の寄稿を歓迎した。歓迎の祝典は9月15日、旧東京帝国大学工学部の前身、工部大学校で開催され、皇族、イギリス、アメリカ、ロシアの大使など100人以上が祝典に参加した。ノルデン・ショルドは祝典で日本の地学の発展と、 世界地理の発見に貢献するようスピーチを行った。17日には明治天皇とも越見している。その後ベガ号の一行は神戸、京都などを観光した後、10月21日に長崎港より出港した。帰りはインド洋を横断し、スエズ運河を越えて1880年4月24日に帰国した。日本では 自分の専門である鉱物や化石などの収集のほか、銅器、武器、武具などの工芸品を多く購入した。また、日本の歴史に簡単し、いずれ入手困難、効果になるだろうと東京、横浜、京都の本屋から約6000冊の古典籍を集めて、持ち帰り、王立図書館に寄付した。ベガ号のストックホルムへの帰還ノルデンショルドの偉業は、横浜からストックホルムへ打電された。 帰国した、ノルデン・ショルド一行は、国内外から賞賛と歓声を受けた。この歓声の中に若き日のスベン・ヘディンもいた。ノルデン・ショルドの医療は、ヘディンを探検家の道へ進む決心をさせたと言っても、良かった。1884年に初めてヘディンは、ノルデン・ショルドに開校するが、探検家への思いをますます強めたのである。ヘディンは、 ノルデン・ショルドの息子グスタフ・ノルデン・ショルドと親友になっている。グスタフもまた父と同じく探検家の道を志したが、1895年に南米を探検中に遭難死した。ノルデン・ショルドは世界中から名声を得たが、一つだけかなわぬことがあった。それは、古国フィンランドの処遇である。彼は1899年に、 すでに名声を勝ち得たヘディンと共にサンクトペテルブルクに滞在し、ロシア皇帝ニコライ2世にフィンランドに対する自治権回復の嘆願書を携え、施設団の一員として越権を求めたが、ニコライ2世は越権を拒否した。しかし皇帝は数時間前にヘディンとは越権していたのである。ノルデンショルドの北東高路総派は、 その後の科学史と探検家たちにとって伝説となった。その後のルデン・ショルドはフィンランドとのつながりを大事にし講演活動などをしながら生涯スウェーデン、王立科学アカデミーの教授として1901年に死ぬまでスウェーデンで暮らした。ノーデンスクは植物の学名で命名者を示す場合にアドルフ・エリクのルデン・ショルドを示すのに使われる。ありがとうございます。